それでは早速三島高校体育部の皆さんご登場ください。どうぞ。皆さんこんにちは。
私たちは水間高校和太鼓部百士です。よろしくお願いします。本日はスポガ班感謝祭2021にお越しいただきありがとうございます。先ほど演奏させていただいた曲は花という曲です。いかがだったでしょうか。ありがとうございます。次に演奏させていただく曲は発火と瀬戸という曲を2曲続けて演奏させていただきます。ぜひ最後までお楽しみください。ありがとうございました。
2021にお越しいただき誠にありがとうございます。2曲続けて演奏させていただきましたが、いかがだったでしょうか。ありがとうございます。
次が最後の曲となっています。最後に演奏させていただく曲は「百死」という曲です。この曲は今月の21日に直方市にあるユメニティ直方で行われる全国高等学校総合文化祭京都芸能部門福岡県大会で披露する曲です。はじめは鳴り物というものを使い綺麗な音を出し、また太鼓を2つ並べた2点セット三尺平胴というこの大きな太鼓でのソロは力強く迫力のある演奏をします。曲の後半になると今ステージの上にある長胴という太鼓を横に向け、前半とは違う叩き方をするのも特徴の一つです。みんなの力や気持ちが一つになる素晴らしくかっこいい曲となっていますので、皆様最後までお楽しみください。本日は本当にありがとうございました。
気をつけ、レイ、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すごい迫力でしたね。村石遥です。いい、かわいい、かわいいですね、爽やかな笑顔で、ね、今日の出来栄え、ね、本当なかなか練習ができないっていうふうに先生から聞いてたんですけど、今日は出来栄えとしてはどうでした？まあ、みんな頑張ってたと思います。頑張ってた、はい、いや、すごい良かったと思うよ、本当に。はい、今日ですね、なんか先生も来ていただいてるということで、あら、先生先生がどこ行っちゃいましたけど、あ、片付けのお手伝いしたのかな。あと先輩方も来てらっしゃったのかな。だから先輩、先生たちが来てたのかな。来てない。あ、先輩、あ、ね、先輩方も多分見に来ていただいてました。なんか先輩方になんか一言言うこととかなんかないですか。先輩があそこでいますけど先輩に一言。前田先輩あ、前田先輩がちょっとどっか行っちゃいましたかね。なんか先輩に対して頑張ったとかやれました？ごめんね、急にインタビューしちゃって、はい、で今度大会が、ね、あるということで、大会に向けてなんか意気込みとか、こうやって頑張って練習していきたいみたいなのを最後、お父さんお母さんも多分いると思うんで、ぜひ意気込みを聞かせてください。本番まであと1週間しかないんですが、まあ、優勝してみんなで東京に行けるように精一杯残りの練習期間頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ごめんね、突然のインタビュー。はい、はい、じゃあ水間高校体育部にもう一度皆さん温かい拍手をお願いします。